スノーマン渡辺翔太、ゴージャスなスワロフスキーを身につけミラノで開催のブランドイベントに登場。渡辺翔太、スワロフスキーの歴史やブランドのストーリーに触れる。スワロフスキー、マスターズ・オブ・ライトは、1895年にブランドを創立したスワロフスキーがオーストリアのメゾンの約130年にわたるブランドの歴史と輝きを振り返る大規模展覧会。6月17日から7月14日まで、イタリア・ミラノのパラッツォ・チッテリオで一般公開される。誰もが手に取れるダイヤモンドを作る、という創業者のダニエル・スワロフスキーが掲げた信念のもとに、現在のクリエイティブディレクターであるジョバンナ・エンゲルバートが手掛けるスワロフスキーの商品と渡辺のコラボレーション。エンターテインメント界との関わりはスワロフスキーが最も大切にしている価値観の一つで、今回の渡辺とスワロフスキーのファーストコンタクトはファッションの中心地であるミラノで実現し、渡辺は初めてスワロフスキーの歴史やブランドのストーリーに触れた。